昨日過去最多となる132人の感染が確認された兵庫県では、独自の警戒基準を6段階のうちの最高レベルに引き上げました。3日間連続で100人を超えているという状況もございます。感染拡大特別期に入ったと言わざるを得ない。兵庫県の井戸知事は今朝会見を開き、1日あたりの新規感染者数が1週間平均で 86.9 人に急増していることに伴い、警戒基準を6段階のうち最高の感染拡大特別期に引き上げたと発表しました。飲食の場面に注意を払っていただくことを要請したいと思います。井戸知事は飲食の場面を中心に厳重警戒するよう重ねて呼びかけたほか、現在700室計画している宿泊療養施設を拡充する方針などを示しました。